はい、どうも、なおやんです。今日はね、ちょっといぐっちゃんの代わりに動画撮ってます。いぐっちゃんからグラトリをかっこよく見せる方法ちょっと撮ってきてよって言われたんで、おじさんたちもかっこよく見せたいんで、僕も常日頃心がけてることをね、ちょっと教えていこうかなと思います。お題はちょっとノーリー、やっぱグラトリって結構ノーリーやってる人が多いんで、ノーリーってこの前足で飛んで回るノーリースピンのことを言ってるんですけど、それをねかっこよく見せる方法やっていきたいと思います。じゃあまずね、普通に飛んでみたいと、ノーリーをやってみたいと思います。普通にノーリー1回転ぐらい飛んで回ってみます。まずは高さを出す。高さ出せば滞空時間長くなって自由な時間増えるんで、ちょっとこの後につながるんで、とりあえず高さ出していきます。ちょっとかっこよくなった。ちょっとかっこよくなった。ちょっとだけ。うん。ちょっとね、今飛び方ミスったけど、高さを出すっていうのが一つ重要。で、次は回し方に緩急をつける。うん、今ってこう飛んで普通に回ってるじゃん。うん、で、回ってちょっと待ってから回すとか、飛んでちょっと我慢してから回すとか、うん、飛んでちょっと回したところで一回止まってもう一回回し出す。こう動きにこう緩急がつくと、はい、あれ何今のみたいになるんで、これかっこよくなるんでおすすめです。ちょっとやってみます。緩急を意識して、高さと緩急。今の高さを出して自由な時間を増やして、ちょっと途中で止めるみたいな動きやると、あんな感じに高くなります。で、最後は着地でいかにナルシストになれるか大事なんで、これ結構多分どんなグラトラーもこんな感じでこうやってると思うんですけど、これだけでかっこよく見えるんで、参考にやってみてください。ちょっとやってみます。かっこよくするから多めに回します。はい、着地の時におすすめはちょっと頭を下げて、なるほど、こういう感じで最初のノーリースリーで本気でかっこつけます。
こんな感じでね、普通に今ノーリーで飛んで、まあ、1回転ぐらい回っただけなんですけど、ちょっと動きをつけたり、まあ、緩急つけるって感じですね。で最後着地こうこれほらじゃんね、カッパつけるだけで結構いろんな技にこれ応用効くんですけど、はい、終わりよければ全てよしっていうぐらいなんで、だからこの最後の着地でカッコつける重要なんで、ぜひやってみてください。ちょっとなっちゃんもね、これノーリー無理なら例えば差し3とかでも、確かに差してこう上げてからちょっと止めてから回すとか、なるほど、すると緩急つくやん。なるほどね、それで最後カッコつける、ちょっとやってみて最後だけさめっちゃ意識するわ、うん、イメトレイメトレそう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 。おいいやあとはちょっと緩急とカメ最後はカメラ目線をやめるカメラ目線だとこいつちょっとなんなんみたいになるからこうな 目線を流していく感じ、わざとらしすぎやん、最後わざとらしすぎるやん元気盛りなつみどう、なんとなくカッコつけ方わかった、うん、カッコつけてからの元気盛り目線ポイントはまず自由な時間、緩急をつけるために高さを出す、まあ、そもそも高さを出すだけでも結構かっこよくなるんですけど、ね、でその後にこの回転する技であれば緩急をつける、はい、で最後はやっぱ終わりよければ全てよしってことで、それ、うん、着地をカッコつける、うんおすすめはちょっと頭を下げて目線を下にするみたいな、そうそうそうそんな感じでやるとね結構見栄え変わるんで、これ本当に意識するだけで、皆さんもぜひやってみてください。じゃあ最後ちょっと直哉がカッコつけて下まで降りてきます。おカッコつけ上級者なんでちょっと速度を出終了です。